さん、印刷していたチラシが出来上がったので持ってきました。あら、ありがとう。重かったでしょう。わお、力仕事なんて私がやるわ。兄ちゃんはそっちで休んでて。ありがとう。けど平気だよ、このくらい。ノンノン、クーさん、兄ちゃんにお願い事をする前に私に言ってください。どうした、ミト、体調でも悪いのか。え、そうなの、兄ちゃん。いや、あんたの話からよ。けどミト、具合悪いなら無理するんじゃないわよ。そうよ、兄ちゃん、大事な体なんだから、とにかく今は自分を大切にしてちょうだい。うたの、普通にしてくれて本当に大丈夫だから、皆さんも気にしないでくださいね。気にするなと言われると余計に気になるが、大切な体、大事な時期、それってもしかして。そう、今月はみーちゃんのみーちゃんによるみーちゃんのためのジュライ。おお、やっぱり正解だ。みーちゃんが生まれたことに感謝し、生命の神秘を慈しむジュライの到来なのよ。だから歌の、大げさすぎるって。ミトさんのお誕生日ということは、夏目さんも今月ですね。去年は大変な騒ぎになっちゃったけど、今年はどんなお祝いがいいかしらね。その子、勝手なことはするなよ。信用がない。さあさあ、未来の私は私でもはっちゃけすぎだと思うことがあるんよ。ゴーン、その子さん、自分にまで裏切られてる。しょんぼり。まあ、その子の話はともかく、そもそも去年ああいうことになったのは誕生日の二人がね。今年は何か欲しいものはできましたか？え、別にないです。私も特には。本人たちがこれなんだよな。特に希望はないということなら、普通に誕生パーティーをするということではどうでしょう。パーティーか。気持ちは嬉しいんだけど、全然乗り気じゃない感じだね。いいんですか？お菓子もケーキも食べ放題の年に一度しかないチャンスですよ。そうそう、なんならタマが主役を代わってやりたいくらいだ。そうか、では頼もう。え、タマチ先輩。私もどちらかというとお祝いする方に回りたいな。いや、冗談だよ。けど誕生パーティーの何がそんなに嫌なんだ。嫌ってことはないんだけど、自分が中心になってもてはやされるのは少し抵抗が。私も同感だけど、だからって関係ない玉木先輩のお祝いをするのも。タマは何度でも嬉しいけど、本当にそれでいいのか。うん、自分が主役になるよりはそっちの方が。ちょっと待った、二人とも、そんなんじゃセンターには立てないわよ。センター？私はもっともてはやされてもいいと思うわ。みーちゃんも夏目さんも。うたの、私はそういうの苦手なんだってば。私もだ。あら、思ったより頑固ね。というよりそれくらい嫌ってことかしら。嫌がっているのを無理に押し通してもお祝いにならないですもんね。じゃあ他のお祭りとかイベントと合体した誕生日パーティーならどうすか。お祭りと合体した誕生日？それってつまりは。なんだか嫌な予感がする。ああ、おみこしの上にミトリンとナッチを乗せて街中を練り歩くってことですな。わひゃー、金ピカのおみこし作りは私たちに任せて。せいやせいや、ハッピーハッピー。違う、全然違います。その逆です。違うの？面白そうなのに。もともと他にある季節のイベントに誕生日パーティーを混ぜた会を開くんです。なるほど。
確かにそうすれば二人がずっと注目の的ってことはなくなるね。うん、それいいかも。夏目さんとミトちゃんはどう思う？それならいいかも。みんなも楽しめるならそれがいい。じゃあみんなで七夕やりましょう。リン君エクセレント。みーちゃんの誕生日は七夕だからいいアイディアね。織姫と彦星のラブロマンスの日、これは何かが起こるかも。ワクワクワク。あんたたち切り替え早いわね。七夕か。じゃあ早速七夕パーティーの準備始めるわよ。それじゃあ竹の準備は私らでやっとくから。飾り付け頼んだわよ。七夕っぽいお料理って何がいいかしらね。野菜や果物を星形にくり抜いたり、あとは星形のキラキラしたゼリーなんかもいいですね。キラキラのお星か。七夕飾りなんて作るのすごく久しぶりな気がしますね。そうだな。まさかまた七夕を祝えるようになるとは思わなかったな。私たちの時代では天境の人たちも多くいますし、星は恐怖の対象そのものでしたからね。そうだな。禁じられていたわけではなかったが、なんか素直には祝えない空気だったもんな。でも銀ちゃんが七夕を喜ぶってことは未来は明るいってことですよね。未来？こちらの時代の人たちは星が怖くなくなるほど穏やかに暮らしてこれたってことでしょ。だな。これからあっちに戻った後、タマやアンズや若葉もヒナタもユーナも千景もみんなで頑張る。そのおかげでこういう未来になったんだよな。我々の力で勝ち取った七夕ということか。そういうことなら思いっきり楽しまないともったいないですね。よし、頑張って七夕飾りを作るぞ。おーと盛り上がったところで早速ですが、若葉ちゃん、ここ海苔漬けが甘いですよ。くっ、細かい作業はどうにも。はい、やり直しです。玉地先輩も色の塗り方が雑すぎるよ。やり直し。ざっとでいいだろう。ざっとで。いいえ、最高の飾りを作るためにも今日はビシビシ行かせてもらいますよ。しょっと。よし、一丁上がり。ふーさん、竹の場所次はこっちでいいすか。いいわよ。一人でできる？力仕事なら任せてください。おりゃー。ちょっと銀、せっかく立てた竹にぶつかるでしょ。すみません、テンションは上がりすぎてつい。いつきさん、私が押さえてますんで、この竹地面に固定しちゃってください。はーい。それにしてもお姉ちゃん、竹ってこんなにたくさんいるの？そうよ、作るのは竹林じゃなくて七夕飾りよ。だって祝われたくないって言われても、こっちは全力で祝ってあげたいわけじゃない。だからこれなら OK って言うからには、全力で派手な七夕飾りにしてやろうと思うのよ。その思いの竹が竹の数ってわけね。風にしちゃ悪くない考えだわ。え、今のって。珍しいわね、カリンのジョーク。違うわよ、これはたまたま。照れなくたっていいのよ、思いの竹が竹の数、素敵じゃないの。でもふ、まだまだ甘いわよ。何を？七夕といえばメインは星の見える夜でしょ。ただ竹を立てて飾りをつけても暗くて見えないわ。それ先に言ってよね。星の光だけじゃさすがに見えないもんね。どうしよう。よ
よし、じゃあ明かりもたくさん準備しましょう。そっか、そっちもいっぱい飾れば賑やかになるね。そうと決まれば星が見えなくなるくらいキラキラに灯すわよ。おお、七夕の本題忘れてるわね。まさか準備が終わるまで見せたくないからって部屋に閉じ込められるとは思わなかったですね。何も見張りまでつけなくてもダメだと言うなら行かない。一応だからごめんね。仕掛けにゲーム持ってきてもらったから退屈はしなかったと思うんだけど。二人ともゲームは初めてだったみたいだし、楽しめたかはわからないけど。いいえ、やってみたら面白かったです。はあ、海に潜れるゲームまであったのには驚いた。お待たせ。二人にはこれから東郷さんとスミ君のところで着替えてもらうわよ。着替え？まさか今年も何かやらされるのか。いいからいいから、レッツゴーアウトよ。七夕祭りといえば浴衣だものね。みーちゃんも夏目さんもとっても似合ってるわ。ありがとう。歌のも素敵だよ。それにしてもすごい飾りだな。当たり前よ、二人の誕生日を祝うのだもな。すっごく綺麗。みんなありがとう。私からも礼を言わせてくれ。ありがとう。そんなに恐縮しないでいいのよ。ふうもみんなもやりたくてやってるんだから。そうそう、あたしらの思いの丈だからね。ちょっと、ううなんだ今のは。そうけど、みんなで頑張ってくれたってことですよね。その通りよ。二人とも中心に立つのが苦手だというのは私たちも分かってるわ。けど私たちが二人のことをとっても大好きなことも忘れないでね。